狭い部屋の中に立つ男性。壁と床は板張りで、水道や暖房設備もないように見えます。このようなプレハブ小屋に住んでいたのが、この60代の知的障害者の男性3人です。プレハブ小屋は恵庭市の遠藤牧場にあり、牧場で働いていた3人は劣悪な生活環境の中、過酷な労働を強いられていた上、障害年金を横領されるなど虐待を受けていたと主張しています。また恵庭市も放置・隠蔽したとして、牧場側と市に対しておよそ9400万円の損害賠償を求めています。3人は牧場に住み込みで働いていました。その一つがこの写真です。小さなプレハブ小屋で、トイレは汲み取り式のものを共同で利用。与えられていた食事も、ご飯と生卵とお湯という質素なものだったといいます。また3人は明け方から日没まで牛の餌やりなどの仕事をしていましたが、休みはなく賃金も支払われていませんでした。3人の障害年金合わせて5120万円も全額引き出されていたといいます。そのような状況は最も長い男性で45年間続いていました。一方、3人が働いていた遠藤牧場を経営していたのは、議長も含め20年間市議を務めていた男性で、必要な調査をしなかったのは市の忖度があったと原告側は主張しています。3人は牧場で休みなく働いていたのに、給料がもらえることを知らなかった、逃げ出すこともできなかったなどと、代理人弁護士は3人の状況を法廷で直接訴えました。遠藤牧場で3人が置かれていた環境は明らかな人権侵害。原告の代理人によりますと、被告側はそれぞれ争う姿勢を示していて、恵庭市は3人は牧場が親のようなもので、虐待があったかを調査する義務はなかったなどと主張し、請求を退けるよう求めました。裁判終了後の報告会、弁護団長はこう支援者に伝えました。一番言いたかったのは、原告さんたちは知的障害者である前に人間なんだと、こんな環境で生きてきたことについてどう考えるんですか。牧場側は STV の取材に対し、裁判を見ていただければと説明しています。知的障害者の労働環境をめぐる今回の裁判、閉鎖された空間で何が起こっていたのか、一刻も早い真相解明が待たれます。